皆さんこんにちは。こんにちは。マックスプレイです。ガルです。超久しぶりモンスト動画でございます。誘惑コラボですね。どれぐらいぶりだろうモンストの動画。結構もう結構ですよ。下手したら1ヶ月半ぶりですね。無事に旅から帰ってまいりました。お帰りなさいませ。お待たせいたしました。そしてガルトはニコ生以来、そうです、超会議以来です。動画を撮るのすごい久しぶりですね。めっちゃ久しぶりやな。頑張りましょう。今日帰ってきたで、帰ってきたで、楽しくやりましょう。いつきに挑みましょう。はい。ワープとダメボっていうギミックは聞きました。はい。で、初見です。初見です。初見。初見です。おっしゃ、行こう。加藤。行きましょう。はい。こちらのパーティーで行きます。適性がいません。久しぶり。これニコ生で24時間やった時に運曲にしたヴィラン。ヴィランですね。うわー。まあ、別のコラボのやつをちょっと使って運曲なんですけど。もうギミックはバッチリじゃん。バッチリです。あとは、ジークか。はい。ね、ダメオワープですね。でちょっとまあこのクエストからちょっとずれてるかもしれないんですけど、まあうまいこと買っていきたい。オッケー。私はですね、片方がスパイダーマン、はい、うん、ギミック適正でございます。はい。ただ反射大丈夫かね。私貫通そこが分かんないな。でここだけワープついてません。おお、なるほど。ダメオのみ。はいはいはい、はい。俗に言うマックス村井です。はい、俗に言うマックス村井です。行きましょう。はい、行きましょう。スタート。いや多分勝てるんじゃないかな。いや私もね、無理かな。じゃけそんなに勝てないことはないだろう。いや多分いけるとは思うんですけど、ただ前回のトグロがね、あれはやばかった。もうあれはマジで究極にやばいから、あれぐらいの難易度で来ないとは思うんですよね。あれ地獄や。やばかったですね。あれ落ちなかった。宇宙、宇宙じゃない、異空間、悪空間みたいなとこやね。なるほど。さっきちらっと見ちゃったんですけど、ドクロを倒すと防御が下がる、相手の。なるほど。おー、下がった。っていう感じですね。これ入れるか、直で。ちょっとなんか上壁跳ねた。うわ、口だ。食われた。はい、どこ行ったの。あ、うわ、びっくりした。すげえ。これでちょっと上跳ねでいけないか。反射が、あー、くそ、いるな。くっそ。貫通制限いるね。上に。あー、ほんとだ。出てきた。あれで口でバクって食われて、ユウスケだけペッて出される。1回目のコラボでガルも見たんです、全部誘惑コラボを。はいはいはい、はい、誘惑のアニメを。誘惑めっちゃおもろい。いや面白いです。私何回読んだかわかんない。私ね、このセンスイとかが出てくる、はい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 、なんだ、終わった後ですね。何編って言ったらいいんだろうって。何編とかっていう言い方ではなさそうですね。言い方ないのかな。なんかあれなんで当たるんだ。ごめんなさいごめんなさい、ちょ、森さんごめんなさい今。いやいや全然いいです。何で今当たるの。膝に当たった。膝、うわ食われた。なるほどな、ワープがそういう感じの雰囲気になってる。へぇ。私ワープ乗ってるんで、はい、できればこいつ一発殴りたいな。当たるでしょ。でも倒せねえか。いやでもいけるんじゃない。何か、ごめんなさい、ちょガルが任せてください。任せた。しっかりやります。まず右上しっかりやります。まあでもここで負けるなんてことはもう全くないとは思います。どうなんだろう、貫通制限。はい、カチンカチンのやつ。カチンカチン。あいつって、あっ、おお復活か。蘇生持ってるんだ。めんどくせえな。蘇生か。ワープはでも致命傷にはならなさそうですね。ね、あ、いいいいいい。どう、めんどくさいな。めんどくさいですね。先にやる。おー、いこう。バックペ、うん、で、ユウスケがなんかこう頭からこう、ゴッチンってなって、これで、で、潜水と戦うんだな。ナイス。やべえな、また見たくなるな。そういう感じになるんだ。あのじいさん消えるんだ。消えましたね。あ、入ってた。見た、入ってたわ。これステージ自体がもうワープの色に同化してるから、ちょっとわかんねえな。一瞬気づかんかった、はい。バトル数は何個あるんだろうか。長引くのかな。ちょっと長引くのは。あとジークさん上にいるの嫌ですね。嫌ですね。ねえ。下に移動しよう。ぜひとも下に移動してほしい。村井さんの昔のアーサーみたいな。なってる。ほんと初期の。初期アーサーみたいな。なんか防御力でなんかダウンしてないと意外とめんどくさい。そうですね。ちょっと若干硬いかもしれない。あ、ごめんなさい。あ、全然いいです。大丈夫です。全然大丈夫です。イヤホンしてないからちょっと慣れちゃった。全然大丈夫、気にしないで。ワープ消えねえかな。消えないのか。上から出ろ。あれ、ランダムワープ。ほほ。
こけ。めんどくさ。ちょっとめんどくさいですね。いやでもしっかり手順踏めばいけるんでしょうけど、今ちょっとダメだな。あ、でもここもさっきと同じような。スーパーめんどくせえな。下狙います。はい、下お願いします。ナイス。いや、倒しきれない右が。あれ本当だ。でも防御力ダウンしたんで、あまりちょっと余っちゃう。どうしようか。100。あー、ワープのギミック関係なく食われるんだ。うん、うん、どうしようかな。ジークもちょっと下にいないと本当に。そう、ジークちょっと下来てもらっていいですか。ます下来てもらっていいっすかね。こっからだ、こっからだぞ。復活はなんか出てきた。肉食ってる。これ下いけないっすよ俺。あ、いけるかも。私旅の期間さ、はい、モンストほとんどやってないから、はい、もうその期間のなんかなんだっけ、ケセランパサラン、はい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 、だっけ、いろいろ来てたイベントクエストですね。そう、そういうの超疎くなってて全然わかんないんだよね。大丈夫ですよ、楽しくやりましょう。誘惑嬉しいな。誘惑は嬉しいっすね。あ、まただ、やっちまった、畜生。あー、もうマックスも役立たず。くそ、どこに。あ、そこ。あ、でワープから出される。それでこうなんだ、友情コンボロックされちゃうんだよ。これちょっとジークの相当うざいな。中に、あ、やばい、この打点が分かんない。打点っていうか、どこが跳ねるポイントなのかが分からない。いつきの丸がね、はい、ちょっとなんかすっげえダリー、もどかしいダリーよ。何がいいの。ダメ王が出てこないな。もう多分なんか関係なしで無視でもうパンドラ引っ張った方が楽なんじゃない。結構早いかもしれないですね。結構早いかもしれないですけど、どうします。いや、一回やろうか、はい、あ、硬い。あ、でも防御力ダウン選択あかんのじゃない。でも下来た。防御力ダウンだよ。え、でもなんかあれダメージ、あ、攻撃力アップした。あ、ジークがせっかく下に行けたのに。で、私今これワープ乗ってるんですよね。え、したんですか。ここから出てきたってことはここにワープあるっしょ。マジで多分なんかない気がしますね。ほら、あー、いた。あるんだよ。くっそ、防御力ダウンしたいな。これきついな。ちょっと足止め食らってる。うわ、やばいな。え、マジかよ。おー、ボス戦すら行ってないのにやばくない。ちょっと待って、これハート取りに行くしかないっすね。キーハー取って。いや、キーハーは無理でしょ。キーハー無理なんで、これどう、大丈夫か。そっからしかないっしょ。あ、なんでそっちに行けた。やば、やば、やば、あ、負けた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 、やめて、やめ、やめろ。皆さん、負けるなんてあります。皆さん、こんなことはあってはならない。ちょっとメンツ変えましょうか。メンツをチェンジします。ちょっとメンツ変えましょう。チェンジ、メンバーチェンジ、こちらでいきます。勝てます。私はちょっといじれ運極連れていこうかなと思って、はい、片方をハルクにしました。うん、ハルクは超優秀だから。そうですね。で、サブを、チョヒに。チョヒ。ガルは。ガルはですね。こっちをチェンジ。はい、静か御前を連れてきていました。アンチワープのダメージロールいました。いるじゃん。いました。行きます。さあ、スタート。これで勝とう。もう絶対勝ちます。予感、すべてが止まるとき。うん。すべてが止まるとき。なるほどな。予感、すべてが。あ、私賛否両論あるけど、最後のあの魔界トーナメント編も大好きなんだよな。あ、魔界か。魔界はね、ガルはあんまりトグロとかと戦った時が一番結構そういう人多い。はい、だから私最後ライゼンとかさ、ライゼンは衝撃的でしたよ、ね、ムクロとか出てきてっていうのかなり好きなんだよな。あれ、食われなかったの。食われて同じとこから出てきたみたいな。こっち今度直で狙いますか。あ、なるほど。直だったらいいんじゃないですか。悔しい。あのね、村井さんが旅行ってる間に、はいはいはい、覇者の塔の動画をめっちゃ上げてたんですよ。うんうんうん、1日に2本ぐらいとか上げてたんですけど、そこで結構ね、ユーザー見てくれてる人たちとコメント見ながらいろいろモンスト勉強してたんですけど、はいはいはい、それを今日発揮したいと思って挑んでるんですが、なかなか発揮してください。なかなかできない。あそこほら、簡単なあそこに入って、簡単なあそこに入って、簡単な煽り方、いやー、辛い辛い辛い、簡単なあそこに入って、まっ辛い、よっしゃー、これはもうここはね、もう一度負けたんで二度は負けない。同じ場所から出てきた、うん、なるほどね。これ当たり判定こんぐらいなんじゃない、これくらいじゃない、やっぱり。おーおお、なるほど。じゃあ参考に。結構広い、上部が広い。なんで膝に当たるんだよ、もう。
なんでだよ。さっきから膝に両当たってますね。いや、なんでだろう。わからない、ここ。多分ですね。ああ、邪魔だな。出てきた。でも上はハルくんにもうお願いをして。さあ。はいはいはい、はい。うまい。あれうまい。モンストってさ、すごい不思議なもんでさ、はい、なんか久しぶりにやるとうまかったりしない？そうっすか？え、そんなことない？あ、でも確かにやり込んでるとなんで入らないんだろうっていうスランプじゃないけど、はまっちゃうときあるよ。ありますね。そういう意味ではある。あー、ちけえ。でもハルクいいな。いいっすね。ちょっとキラー乗ってますかね、はい、ハルクだな。ハルクでしたね。これハルクだ。ウルトロンじゃなくてハルクでした。ハルクドハマりなんじゃないのこれ。曲はハルクか。BGM が静か。あ、そうなんですね。うん、なんか宇宙っぽいね。なんで右倒せないんだべか。攻撃力足りてねえの。パック。どこから。ペッ。おー、壁跳ねで入るんですね。ちょっとむずいけど、ダメだ。惜しい。ダメ。あ、すみません。いや、ラッキー。防御力ダウン中でもさ、はい、あんだけしか与えないんだ。厄介だなぁ。ちょっと辛いなぁ。これ上だけ倒しますね。はい。やっぱりなんか反射でちゃんとカーンって倒せないと超めんどくさいね。はい。うん、ギリだった。4回ぐらいアタックしてやっとでしたなぁ、うん、距離が遠いにしても。え、さっきって私たちってここでもしかしてやられた。そうです、ここです。ほら、負け、もうここで負けるわけにはいかないです。当たる。おぉ、うわ、おおお、私狙ってこれできないんですよ。わかんない。いや、これはね、わかんない。マッチはわかんないですよ。全然わかんない。でもすごかった今。うまかった。村井さんうまかった。これ片方残るんだろ。残んなかった。やっぱ当たり方だったのか。当たり方か、はい、こんだけハマってて。あ、でも上が250万出てるのに下が60万ぐらいなんで。カチンカチン。なるほど。そうか。邪魔ね。邪魔すね。おお、あら、失礼。はいな。ごめんちゃい。大丈夫です。そこだったらいけそうだけど。うわー、だんだん出てきた。ちょっとカッチン倒しますか。はい。邪魔だね。カッチン1回じゃ倒せないの。勝てえぞ。あ、防御力だ。これで通常の状態、通常カッチン。右邪魔よね。邪魔っすね。右とカッチンじゃないですか。いや、右とカッチンじゃないですか。ウルトロンで倒せるか。やべ、ハルク、ハルクスピードがね、おっせえ。パワー型なんで。あ、でもハルクで剣取ってきたいですね、そしたら。あ、邪魔。マジか。ボヨンボヨンもいいのか。スイッチ。サンキュー。これで逃げない。やばい、逃げてくんないんだ。やばい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 。めんどくさ。めんどくさいけど倒しましょう。そうか、じゃあ1体ぐらい連れてきた方が良かったわけ。あ、でも、あ、でも全然いった。防御が下がってれば。オッケーオッケー。よろしく頼む。まあまあ、どんまいどんまい、はい、いいんじゃない、全然問題ないっす。お、ボスだ。無駄なこと。おお、お前たち、こんなんだったか。一人ずつ死んでもらう。おお、手がたくさん、はい、これ角度的にあれだな。どこ狙います。全然ボスでもいいっすよ。入れねえかな。あ、まあまあまあ、でもまあ防御力ダウン、はい、勝ち取ったり。ウルトロンで2体をやりたい ね。なんかこの配置でウルトロンがこんな感じっていうのは、なんか私トグロの時に散々嫌な思いをした。トグロ 100% の時に。いけんだろ。ナイス。よっしゃー、ナイス。よし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 。あれ、ダメも出てこなくね。ガセだ、ガセ。ガセですか。ガセだ、ガセ。さあ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 、上に弱点くると。そうですね、ハルクがいい動き。下か。まあちょっと上に。うん、いいダメージ、いいダメージ。なんかさあ、消費の位置また頭スコーンっていけそうっすね。いけるか、やってみる。これぐらい当たり判定多分こんぐらいだよ。でも大きくなったらどうなんですか。
入ってきてた。おお、うわ、いいダメージ。ハルク、ハルクだわ。うん、ハルクめっちゃいい。復活、はいはいはい、はい、残念。間でね、入ってくれればもうボス狙えんじゃねえの。弱点狙っちゃおうぜ。多分いける。うん、ナイス。あれ、あーでもボゲル君戻っちゃってるのか。あーだからか。やべえ、なんかビルビルしてる。ビルビルか。でもハルクが回ってくれば。ただ防御力ダウンさせたいね。そうっすね。これぐらいでどうだ。オッケー、うめー、ラッキー。じゃあ静か御前でやりますね。はい、やっちゃってください。ここの位置だったらいけるだろう。あと2。オッケーオッケー。ただ言ってもですよ、はい、イベント期間中2週間常設クエじゃないですか。はい、言ってドクドクしたところで4万とかじゃないですか。ダメージ、あ、せいぜい、うん、せいぜいするぐらい、即死ではない、うん、まあまあでもそうでしょうね。でもコラボって分かんないからな。まあ、うん、私こういうの全然分かんない。あ、あでもやりたいこと分かりました。左の壁に入って、うん、そうカンカンカンって行きたかったですね。ドンマイだな。ナイス、OK。でも分かったことは、ここはウルトロンではないですね。ハルクですね。うん、ハルクだ。こういう、まあ、別のコラボ系のキャラクターを連れてくる。まあコラボキャラなんでね。ハルクめっちゃいいとこじゃないですか。おお、自信ないっす。入れてください。分かんない、ほらまだ分かんない。ああ、したら防御力ダウンさせてほしいっすね。はい、静か御前だったらもうこれ左ですね。右より左っすね。はい、ナイス。よっしゃー、これ弱点下だったらもうそのまんま真上でかん、バジコーンですよ。これ下に来そうだぞ本当に。どうかな。あ、来た。うえい、 SS は使わないんですね。使わ、 SS 使おうか。 どうなんだろう。使いましょう。どれぐらい火力出るのか見てみたいです。130とかじゃない。いや、そんなじゃないか。いや、伸びますよ。でも色180。おお、430。でかっ。舐めてた。あ、待って、カルフやば。めっちゃ食らったんだよ。ちょっと待って、ちょ、めっちゃ食らったんだけど。次1、あれなんだろうな。怖いですね。いや、怖いね。ハート取ります。それとも倒せるか分かんない。ハート取ろっか。はい、久しぶりすぎてハルク舐めてた。舐めてた。よし、そんなキラーのから450万かかるんだ。やばい、ね、すげえ。で、場所もね、いいところで。びっくり、弱点に差してすごい。私のハルクの SS で一番過去最高に火力できるから、450万出るようなキャラじゃねえよ。あれ、ダメなの、ごめん。普通に下でこうガーってやればよかった。余裕だって思ってた。うわー、やばい。村井さん、これ一気に。ごめん、まだわかんない。でもボス倒し、すまん、ちょっと予想外。全然回復します。いや、いいんじゃない。全然まだそんな攻撃怖いっすよ。剣取りに左にハマれる感じ。どうか。あー、残念、ダメ。ただ私次ハルクなんで。あー、じゃあ間違いないですね。ただ気をつけてください。普通に横でいけるでしょ、残り。あ、そうっすね。無理に下を狙ってみる。練習が多分これぐらいっすよ。あー、多分入れますね、角度的には多分。おーい、で、あー、防御力ダウンさせときたかったね。でもこれ壁際のにたまに多分真ん中行くんじゃない。これじゃあもう真ん中じゃない。うわ、勝て、剣取りてぇな。痛いっすね、パルクで。うわー、カルカルだ。マジマジ。まあでも3ターンなんで倒しきれそうっすね。うわ、抜けるかい。うわー、勝てぇな、勝てぇ。剣取りながらやっちゃってください。行きます。2本とも取っていいっすよ。マジっすか。うん、多分抜けちゃうでしょこれ。1本で大丈夫。まあ、変わりますけど。はい、で次、さあラストの SS をどこ使います。私はどっちかというと防御力ダウンかな。 OK、うん、超費の SS で終わりじゃない。壁段あそこに入れます。若干多分入れるっしょ、きっと。あれ上の方に入るのか。俺、村井さん右にちょっとずらしましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうそれを信じて SS も使わないですよ。いや、使っていいですよ。ミスること考えてください。ミスること、いや、いらない。もうずらさなくていい、大丈夫。あ、ずらさなくていい。ずらさなくていい。うん、じゃあ何か行っちゃって、行っちゃって。
責任あんまり負いたくない逃げた逃げた。さあ、あ、いやいや別にずらさなくていいって言ったじゃないですか。別に どっちでもいいって言ったじゃないですか。そのずらし方逆じゃね。あ、あ、戻った。え、で結局この子が何なのか分かんないですよ。大丈夫、いつ、はい、ダメだ、入んねえな。え、ウルトロン1の壁経由なんですか。か抜けるでしょ、壁経由。あー、そうか。かといったな、これ無理だよな。絶対無理ですね。右向いてますね。矢印が右向いてるとは、なんか、あの、全然左に入るようなラインじゃない気がします。じゃあ撃つ。大丈夫ですか。俺絶対左に当たると思います。はっ、ほらほら、膝に当たった。本当ごめんなさい。ガールの言うことが正しかった。皆さん、ほんとにあーやばい。あ、帰ってきます。やば、いや、もう、本当に帰ってきます。やば、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 ごめんなさい、私のせいです。すべて私です。悪いのはすべて私。ナイス回復。うわ、しかもあのボスのところにさ、じゃあ、ね、弱点、うーわ、ハルク飛ばされたわ。今めっちゃいい位置にいたのに。これ SS 防御力ダウンした方がいいな、上がっちゃってるから。ハルク立て替えもいいかもしれない。ワンタッチじゃ倒せねえよな。倒せないです、絶対硬いです。うわ、歌がやだー、やめてー、息させてー。大丈夫でしょ、まだ大丈夫。だって近いもん、結構距離。よし、あーあー、つえ、あかん、あかん、やばい。奇跡よこれ。あら、おら、結構いい感じで、奇跡は、奇跡気味は起こった。あー、もうこれ、あらー、あー、やばいやばい。おお、耐えてる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 。確かに、確かに、これはきついなんだよ。そこでハートも取れないです。剣、剣なんかどこにあります。アウェイ、くそ、アンバランスだよこれ。入れなくないですか。弱点殴った方がまだいいかもしれない。言うてでも倒せないとは思う。言うて倒せない。はっ、おおでも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 、あれ、耐えた。え、もう嫌だ、なんで俺なんだよ。おっ、オッケー、頼むぜ、彼。うわー、負けそう。やばい。嘘。やだ。やだ、負けたくない。え、これ、直でハートやっぱ狙うべきですよね。あ、ハートだと思いますよ。はい。だってもう、どっちにしろ雑魚キャラ何体倒したところで。泣いても笑っても最後のチャンス、もう やりません。ラストチャンスです。行きましょう。もうこれで、もう皆さん本当にごめんなさい、勝ちます。すべてが止まるとき、すべてが止まるとき、よっか、なんかフラグっぽいな、もうタイトルが。でもなんか久しぶりだな、なんか、はい、まあ旅してたのもあるんですけど、そもそもモンスト自体が久しぶりってのもあるんですけど、うんうんうん、こんな降臨でつまずくことはないですね。言うほどないよね、はい、言っても。なんでだろう、これもう俺ちょっとずらしたよ、半蔵さん。あ、そうですね、今ピヨンって右にずれたの分かりました、うん、偉そうにずらしたよって言ったけど、ずれたよ。あ、出た。あ、あ、おわ、あ、どこ半蔵。あ、こっち か。え、しかも柔らかいの出ちゃった。じゃあ、惜しい。ちょっとワンチャンありそうだったけどね。ありそうでしたね、今ね。あのか、ボヨボヨマジで邪魔やな。防御力をとりあえず下げない。あ、あれランダムなのかな。あー、そうか。さっきまでここさ、我々やってる時は毎回ね、カッチンカッチンの方じゃないですか、うん、1回目が右側にカッチンって言って、2回目が左側にカッチン。ランダムっぽいっすね。なんかそれでいうと、こう貫通一体は欲しい気持ちにはさっき悩んではいたんですよね、うん、あー、入ってないか。やっぱりこの子の当たり判定が俺まだ掴めないっす。ガールは苦手ないよ。ちょっと苦手っすね。ハルクはこれ入れるのかな。入ってあげましょうか。マジっすか。
右に跳ねる。おお、すげえ、有限実行じゃないか。あ、やべえ。あ、そう、倒した。あ、倒した。防御力ダウンしてれば、基本はやっぱ防御力ダウンなんで、そこのギミックをしっかり掴んでいきましょう。行きましょう。だからおじいちゃん柔らかいけど、なんかカウボーイみたいなやつ硬いからな。ダメだな。倒せます。ナイスナイス。そりゃ半蔵さんだったら倒せますよ。もうバッチリ。倒せますよ。なんたってあれですよ。ローマ字で半蔵ですよ。そこになんか意味があるんですか。伊賀忍者か誰かですか。伊賀忍者。なんかの忍者ですよ。半蔵。ああ、多分。おお来た。おお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 。でも言うほどダメージ入んねえな。まあでも160万入る十分。十分。あそこにか、そこにか、なんなんだこの仕組みは、どうなってんだ。さっき負けた時のラスボス戦最終ゲージがさ、はい、あの二人の真ん中ら辺にあのボヨンボヨンだったじゃないですか、はい、そうなったらマジで結構おつみ気味よね。そうですね、おつみ気味ですよ。位置もしっかり取っていかないと。攻略性はすごくあるんですよ。なるほど、狙っていいですか。いいっすよ。あ、いけないわかんないけど普通の気がする。うんうん、すごいよ、村井さんすごいっすね。結構出てきてる。あの弱点がこうくるくる回転するじゃないですか。はいはいはい。あの弱点の3つで丸を書くと大体敵の当たり判定らしいんですよ。はい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 。ちょっとこれ勝ってたんですか。はい、わかんない。私も全然そんな語れるほどじゃないんで。なんかそんな話も聞いたことないですね。ただそれで言うとちょっと小さいんだよね。我々が見た目の5期以上にちょっとちっちゃいんだよ。丸のサークルがどうですか、うん、その弱点のあの出た感じ。なんかもっとでっかく出てもね、1人ずついるんだけど。これが本…あ、これだったらまあ分かりやすいって感じ。うん、あそこの足は当たんない、はい、あ、私じゃねえ。あ、俺か。あ、私、あ、俺、私の調子じゃなかった。一生懸命…何引っ張れないんだと思って。私の調子じゃない。ごめんごめんごめん。いや、ガルも村井さんかと思って、なんでやらねえんだろう。さっきちょい3回ぐらいさすっちゃった。これはさ、こっちやった方がいいのかな。うん、わかんねえよ。私の家は多分行かれないですよ。てか、ハルクマジで強いな。強いです。ガルもハルクを連れてきたらまあまあ強かったんでしょう。全然なんかガチャキャラに遜色ねえな、ここのクエストで言うと。はい、よし、それでちょっとね、思ってる以上に時間かかっちゃってきてて、はい、次の予定とかも私あったりするんで、もう打っちゃいまーす。はい、せい。こんなにダメージ取れると思わなかった。やるじゃん。あやくもう先手必勝か、ここ。先手必勝。先手必勝だ。もう呼ばれる前に倒す。うん、今回はあの。超光る。さっき私がやってしまった壁のこっちになすりつけてきた、やってしまった超光る。今回ガルソンです。でもこの位置だったら次の超光狙いますよ。女性すら思うんだ。なるほど、こっち行きます。おお、弱点を下げ、ダメージ、防御力、防御力を下げてボヨンボヨン友情でやれるといいなと。ああ、なるほど、思いまして。邪魔じゃない。すげえ邪魔する。ちょっと狙いましょう。もうどうするの。いっちゃうの、チョウヒ。いや、でもチョウヒたまらないんですよね。確かに。いや、たまれば行きたいんですか。邪魔だな、ビリーで。ビリー。おお、え、今そこ狙ったんですか。本当ですか。ほんとほんと言っときゃよかった。ああ、ここに来た。狙ったよって言いながら打てばよ。弱点、よしよし、防御力ダウンチーム下来い。復活か。まあまあまあ、もう先手必勝なんで、防御下がってる。あ、下がった。ああ、復活しちゃった。上は任せた。はい、半蔵に任せた。上は防御下げに行ってくれたんですか今。ごめんね、そういう感じ。あ、そういう感じ。やっちまった。どっかで行く。2回とそこからか。あと3使います。あ、使っていいと思いますけどね。いい、別に防御下がってるんで。あと2だけどさ。あと2だけど、村井さんの進入艇があって、ガルが手で進入艇。いいダメージ。まだ
いや全然いいダメージ、ー素晴らしいよ。これ弱点来たら私の反動でフィニッシュ。来い弱点来い、下まあ言うてでも飛ばせると思いますよ。横で打った方がいいかな。弱点来ますよ。はい、縦がいいのかな。こういう時悩むんですよ。あでも結構全然 OK、 120番上を探してるうちに行きたいね、突破したいね。で次が上に出てくるんですよね。だから正規上配置にしておかないと。よう覚えてるね。確かそうだった気がします。やるじゃん。でボスが出てきた時に全員あハート取れなかった、ごめんなさい。いいよ全然いいよお、ハルク SS 止まれんって、タイミングなく。あでも弱点が、弱点じゃねえや、防御力かな。あそうか、いっちゃえ。これでどれぐらい、あとは任せた。マジか、ストライクショット、ボンバーン、200万、いいダメージ、うん、結構 HP 角度もうちょっとあれだったな。え早い、やばいやばいやばい、こんなに良くの早かったっけ。怖い、そんなはずはないっすよ。きついきつい、そんなはずはないっす。防御力下げよ、防御力下げよ、もうそいつソロでいいんじゃない、反対で。だってガルで超人が決めてくれるやつ。絶対決めますよ、絶対絶対ずらさないでくださいね、皆さん。えマジ絶対ずらさないでくださいね。上ずらしてるよ。ああ、じゃあお願いします。 SS も使ってください。使うよ、はい、変なとこに絶対ずらさないでください。安心して、絶対。ああっ、やばったおー、いい結果、オーライ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 狙ったんすもんね。バッチリじゃんよし、上に来い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 、弱点上に来い。よっしゃ、来なかった。いや来なくても大丈夫、飛ばせる。いける、これでね、いけいつき直ドロっすか。うわーうわーきつー、みなさん頑張ってねー。きつー、マジかよ。6分ねクリアタイムはい、こちら進化後のいつき。あっ、ね、後ろにねあったんだ、あれ見えなかった。ステージに特化しちゃってるからね、分かんなかったね、はいはい、アンチ重力バリア、アンチブロック、アンチブロックはね今やっぱり旬だよね。そうなんですよね、捨てはいいですよ、スピードもそこそこ速いし、うん、ストライクショット狙った方向に影の手を放ち当たった敵に裏男猫、ね、なるほどあんな感じか。おエヴァとかでもなんかあったあんな感じだよね。うん、友情コンボは貫通方面の8、もういいんじゃないですか、うん、ギミック的にもとてもいいキャラじゃないですか。まあ、先手必勝なんでしょうね。いや大変なクエストですね。ただすっごい楽しかったですよああ、はい、楽しくやりましたね、モンストーリー。はい、そんなわけで、はい、以上我々の、いつき挑戦でございました。ここまでですね、長いお時間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。良ければですね、ぜひとも、高評価とチャンネル登録を皆様よろしくお願いします。コメントもたくさんください。コメントもお待ちしております。はい、あとは、ガルがハラガルチャンネルでたくさん動画を上げております。はい、そちらも合わせてご覧ください。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日以上です。さよなら。